おはよっす。朝が起きれない。とにかく今は起きれないんだ。あ、目の前に落ちてる黒いやつはナイトキャップ。最近めちゃくちゃ病んだんだけどさ、まあ別に特に原因は何もない。ただ病むと朝起きるのが本当にしんどいし、動けないし、 LINE の返信とかそういうのが何もできなくなっちゃうんだよね。なんか年を取るにつれて闇が深くなっている気がする。うわ、どうしよう、闇のおばあちゃんになっちゃったらほんとマジでやばいって。ガチでめんどくさいおばあちゃんになっちゃう。心が乱れ出すといろんなところで支障が。お部屋は荒れ出すし、自炊できんくなるし。あー、もうこの子たちだけが癒しだよ。かわいい。まあ、病む原因で考えられることは、おいらの性格がめんどくさいっていうのと、外に出て太陽の光を浴びないとか、そういうのがいけないのかなとは思ってる。病むと、まあ、ほんとごめんなさい。周りの人にも本当にごめんなさいってなるし。おいらって誰？あれ、何のために生きてたんだっけ？何をしなきゃいけないんだ？みたいな感じで、よくわからん哲学的な脳みそになっちゃうんだよね。なんか年々人間ダメになっていくなーとか、いい人になりたいみたいな願望が強すぎちゃって、できないことがあったり失敗したことがあると即反省会。旦那と喧嘩したりさ、あと怒ったりする時も、あー自己嫌悪だわーみたいな。もうオイラはとにかく仏になりたいみたいな願望が強すぎるんよ。自分の傷つきやすさ、病みやすさとか、マルチタスクのなさとかさ、そういうのが全部ダメだって、なんか自分が嫌になるんよ。こないだもな、数年後引っ越して一軒家に住みたいなみたいな話をなったんだけど、一軒家って自治会に入ったり、こうご近所さんとたくさん交流をしたりとか、地域活動があったりとか、そういうものがあるっていうのを知ったんだけど、嫌だ、人と関わりたくない、ずっと家にいたいのにみたいな、そういうね、良くない感情が溢れ出てきちゃうのさ。おいら、うまく近所付き合いできなかったら、うまく地域活動できなくなったら、もうね、そんなことをもんもん考えてよって、交流を普通に楽しめない自分に、なんか自分って変だなみたいな感じで落ち込んだりもするわけさ。他人を好きになりたいってずっと心の中で思ってるのに、怖いしできない。何かきっかけがあればなとは思うんだけどな。まあそんな感じで、もんもん闇オイラだけど元気に生きております。さーて、今日はね、久々カレーを食べたくなってカレーを作っております。今日のカレーはひき肉とキノコのカレー。なんか急にひき肉のカレーが食べたくなって、ひき肉を速攻で買ってきた。そんでカレーライスの日にはやっぱりポテサラダだよな。今日は卵多めに作ろうと思う。卵をトントコ切って、こう吹き芋にしてからの人参、ハム、こんでお酢、塩、コショウ、お砂糖、マヨネーズを入れて混ぜ混ぜしたら完成。カレーの方もルーを入れて完成。お飲み物は外で買ってきたトロピカーナ。さーて、今日もいただきます。カレーにも卵乗っけて、マジで卵パラダイスだわ。今日も一日をありがとうございます。むちゃうましかてー。